できるだけ低く、で足つきがいいようにこれかかとでつきます。こんなんつけてまでバイク乗るのっていう話があるんですけど、逆に言います、こんなんつけてもバイク乗りたいです。自立させてこんな感じ。おい、これであと次シートね、トライジャーのあのシートのカスタムについてよく言われるので、お知らせします。これ純正シートを、ベースにできるだけ低くで足つきがいいようにちょっと加工しました。これ純正シートです。通常純正シートでここまでって言われるんですけど、多分厚みがね8センチないかな。だからこのシートだけで、実際は、2インチ、3インチぐらいのローダウンの効果はあると思います。低いでしょ、こんな感じね。で僕、身長169の僕がまたがって、おほい、この靴でベタ付きです。まあ皆さんと僕の足の違いかもしれないんですけど、足の長さは、何とも言えないですが、これかかとでつきます。こんな状態です。ここまで下げれます。だからさっきのこのランディングギアね、ランディングギアと合わせてするならばシートもやられた方がいいのは、このショックをできるだけ純正か、純正調のショック、オーリンズの純正調のショックか、そういったものにして、このローダウンをあんまりされるとここの底付きの部分がやっぱし出てくるので、僕は純正調のままでできるだけシートで下げて足つきを良くして、でランディングギアをつけるというこのセッティング、セットアップがおすすめです。でまあこれでちょっと上げてしまって、この状態でほらかかとをこうやってつけれるような状態で乗れるようにシートの加工ができます。この方がこのランディングギアも含めたこの全部のバランスが一番いい状態だと思ってます。すごく低いと思います。こんな感じかな。ほい、ちょっと起こそうか。よいしょ、これ起こそうかっていうのもこんなんでも多分よいしょ、こんな感じで立ちます。こんなことが一人でできるようになったら、この重たいツーリング系でも多分女性の方でも、でご年配の方でも、とあと体力のないとか、まあいろいろ、でも多分若い頃はもうこの重さが大変なの分かってるから、あまりみんながつけてないし、よく言われるのがこんなんつけてまでバイク乗るのっていう話があるんですけど、逆に言います、こんなんつけてもバイク乗りたいです。バイクを降りるぐらいならバイクやめた方がいいかもしれない。でもこれでバイクが乗れるんやったら、僕はこれに、いいかなと思って、販売しようと思いました。バイクって本当に二輪で走る、あの山道をこう走るあの感覚、まあ老害になるかもしれないですけど、本当にいいんですよ。これを忘れてしまうと、青春も何もかも全部なくなってしまいます。だから、このランディングギアで安全に走るため、安全じゃないな、合法に走るためのマフラーで、運転がしやすくなるためのシート、この3点セットを今日は説明しました。そんな感じでよろしいでしょうか。はい、教えて最近ね、あの物なんていうかな、使われっぱなし、永田さんに